皆さんこんこにちは伊伊藤藤塾塾,塾長伊藤誠です受験生の皆さんへのメッセージ第156弾になります、えー、12月になりましたあっという間にもう1年経ってしまうそんな感じなんですが、まあ、受験生の皆さんたちも一生懸命勉強していると時間経つの早いかなと思います、まあ、私もそれなりに一生懸命仕事をしているとあっという間にもう本当に1年だなと、えー、思ってしまうんですがさて先週に続いてサッカー本当に大したものなんだなと思いました。 うん、スペインを相手に、えー、かなり格上のスペインを相手に勝ちましたがやはり前半で点数取られてああ、やっぱり取られちゃったな負けちゃうかなと思う人もいた中で逆転で。 うん大したもんですよねですからあ失敗したなと思ってそこからが勝負なんだと本当にそう思いますよねそしてまたあ最後まで諦めないと、えーまあ、いつも、ね、こういうスポーツ特にこのサッカーなんか見ているとうん自分が受験していた頃そして受験生の気持ちんそんなことをついつい、まあ、重ね合わせてしまうんですね。ある科科目目でで失敗したももうダメだとと思っても次の科目のところで ね、気持ちを切り替えてなんとか挽回していくそしてまたある科目で失敗するなんてことはある意味ではあらかじめ想定済みなんだというところでそこで平常心、えー、そこで何か気持ちの上で動揺したりしない、ね、そういうことも全部含めていつも通り のことができるかかどうかそして最後まで絶対諦めないそれは本当にスポーツだろうが何だろうが大切なことなんだなと改めてそんなふうに思います、まあ、この先も本当に頑張ってほしいなというふうには思っていますさて宮台真司先生が襲撃されてうん本当に驚きましたあ一刻も早く良くなっていただきたいと思うんですが 都立大の宮台先生には私もあのシンプジウムで、ね、何度かご一緒させていただいたことがありましたしまた、明日の法律家講座こちらにも僕は2013年なんですけどね明日の法律家講座に来ていただいてお話をしていただいています。 我が国の、まあ、当時はまだ首都大学、東京なんですけどね今もね取り次第に戻ってますが我が国の現状とこれから起きるということで憲法自治、近代スノーデン問題ヘイトスピーチ問題さまざ、あ、まな形で今の、まあ、当時の状況です、まあ、今にも続く憲法改正問題だとか集団的自衛権の問題だとかさまざまお話をいただいています、まあ、本当に一刻も早く回復をしていただきたいというふうに思うところではありますが。 うん、日本に銃規制があって本当によかったと思いますよね、まあ、こういう事件が起こるたびにアメリカだったらどうなっていただろうかああそんな思いが頭をよぎります、えー、きちっと銃規制をすると、えーまあ、それを世界標準にするということそれは本当に大切なことだなと思います。 まあ、動機だとかもう何も分かっていませんからどういう理由でというところは何もコメントできませんけどねただ、そういう暴力の手段それを制限するということはそれはとても重要な意味のあることだというふうふに思っています。 まあだからこそ日本は銃規制がありますしまた戦争もしないように戦力を保持しないという九条の2項があるわけですよね。ですからどうしてもそれぞれ、まあ、そういった武器また狂気を持っている人は自らの正義感なり自らの正当化根拠に基づいて他者を攻撃したりしてしまいます。そそれれははもういろんな考え方があってそれは もちろん良くないことではありますけれども自分の場合によってはその正義なり考えを実現したいと。 いうその思いからあ武器を手に取ってしまう狂気を手に取ってしまうということがあり得るそれが不完全な人間なんですねだからこそそういった武器や狂気を手に取らないようにするそれを持たないようにするということが不完全な人間にとっては極めて重要なことなのではないのかとそんなふうに思います人間が完全に合理的で理性に基づいて行動をコントロールできるのであれば別に銃があろうが武器を持っているようが使わなければいいだけだよね 別に武器が悪いわけじゃない銃が悪いわけじゃないでしょうということも言えるのですがそれを使う人間がまさに不完全な人間であるがゆえにそういった不,か不完全な人間が危ないことをしてしまわないようにその道具、手段を規制するというのは極めて重要なことではないのかなというふうふに思っています。えーまあ、日本は 武器の規制はありますが軍備のところについてはずるずる,ずると何か敵基地攻撃能力なども含めながらずるずるいっちゃってますからねそこでどこかで本当に歯止めをかけないと大変なことになるなとそんな思いをしています。さて岡口裁判官の 弾劾裁判第2回の公判がありましたあ、まあ、ツイッターなどでも、ね、お知らせをしているところなんですが第2回の公判で、まあ、いろいろと結構、ドンパチ、えー、その弾劾裁判所の法廷で行われたんですね。 おかじさんの座る席、まあ、弁護人の弁護を受ける権利があるわけですからきちっと弁護人の隣にきちっと座って連絡コミュニケーションを密にできるようにしなければいけないんですが何かもともとの席がお知らすみたいな形で前に1人だけポツンと座るようなそんな席がもともと用意されていたりするそおかしいでしょうということで、まあ、最初から弁護人の隣に座っていただくとそういうことをやったら裁判長の方から休憩の後 被,告ね、その被訴追者の責任移ってください」なんて言われて「いやいや」まあそこでかなりのやり取りがあったりしました、うん、やはりそこでは被訴追者訴追された方岡木、まあ、さんは弁護人のやはり弁護を受けるそういうサポートを受ける権利があるわけですからねまた、まあ、当然のこと刑事権ではいわゆる無罪の推定があるわけですからああそこをしっかりと昔の職権裁判に基づくう何かね 上から押し出すのように上から見下ろしてという話ではないはずなんですね。まあ、それが一つありました それからあとはまあ証拠調べに入る同意書面について、えー、まあ不同意のものはまた次回証拠決定になるんですが同意書面についての、えー、まあ証拠調べがあるわけですあその前にもちろん冒頭陳述もありましたでその証拠調べのところで全文の朗読を私たちは求めるんですがあいわばその書類の用紙だけでいいんだこういうわけですあですが用紙ではなくきちっと全文朗読をするこれが原則なわけで公開の場で行われているわけですから公開法廷 行われるところも公開というのも、ね、形ばかりの名目,目的な形式でな公開ではないのかもっと多くの人が、ね、きちっとこの裁判を監視できるようにしなければいけないということでもうちょっと、ね、ここは問題提起をしていかなければいけないところなんですが、まあ、これも結構やり取りがあった上で容姿にとどまるということになってしまいました。そそそしててそもそもととののののの最初の段階こころろででで、まあ、訴追側のところでは2つつ事実について、まあ、ツイッターなどで問題 岡口さんのその表現行為って大きく言えば2つの問題について卒業状に書いてあるんですがそれを全部を一体として1つの行為とみなすんだまあ刑法と勉強するような実行行為の一個性一体性のあの問題とほぼ同じような話が実は出てきているんですねそれは卒業期間3年と期間制限があるんですが全部を一体としてでその最後の表現行為の時から まあ3年まだ経ってませんねでも最初の行為についても3年経っちゃってるわけですですからそれはもうおかしい卒期間制限にかかっちゃってるでしょうと私たちは主張するんですけが全部が一体だとこう言ってしまうんですねもうそれは時間的にも場所的にも全く別のものなわけです、まあ、表現行為ですから誰に対してどういう表現をしたのかそれも全く別のものをテーマも、ね、全く別のものをあたかも一つのようにする。でそれは いわばその人格態度の表れだみたいなことをこう言っていくところなんですがその人格態度の表れ、一体それは何なんだうんそれはまさに行為を本来ならば対象にしてあげればいけないところをあたかも人格裁判のような形でこの問題を扱っていこうとしてしまっているそれはやはり大きな問題だろうというところなんですね。 ですからあくまで近代裁判、原則ですから行為をテーマにしなければなりません、それを行為ではなく、いわば岡口さんのある意味では人格を問題にしようとしている、それはそもそもこの裁判の向き合い方自体が、卒業側が本来の趣旨とは違う話なんじゃないのかというふうふにも思ったりもします、まあ、いろいろな問題点があって次の後半のところでまたいろんな問題が出てくるところかなと思います。 まあ今回の事件は現職の裁判官が職務外の表現行為で訴追される、まあ、初めての事例なわけですねですから裁判官の表現の自由表現行為というものそれが果たしてこの訴追自由というかな弾劾自由に当たるのかどうなのか裁判官としての威信を著しく失うべき非行に当たるかどうかこれがテーマなわけです。 まあもちろん表現によって傷つけられる方がいらっしゃるまたいらっしゃったということも事実なんだろうと思いますでその個人の例えばあ、ね、その心情思い感情というものが害されたとてことであればそれは別途民事訴訟なり刑事訴訟なり、えー、そちらの方で扱っていけばいい話ではあるんですねうんそれは名誉ななりり侮辱罪なり という刑事罰がありますしまた民事であれば不法行為損害賠償という制度がありますから法的な責任をその被害を受けた個人との関係でいえばそういった法的な対応がある。 で今回は弾劾裁判なわけですからそういう私的な個人の救済というのとは全く別のものなわけです裁判官としての自信を失うかどうそういう非行かどうかといえば裁判に対する信頼これが問題になっているわけですねでこのよに裁判に対するまだ裁判官に対する信頼が問題になっているその弾劾裁判において手続きの適正というものがきっと保てないというのは私はもう本末転倒だろうと思うんですね。ですから原則通りきっと 公開をすべきだしそしてまた全文朗読をすべきだしまた弁護人の弁護をちゃんと受ける権利を保障するそういう手続きの適性を保って初めて弾劾裁判。 への信頼というのも得られることになるのではないのかそのふうにも思います裁判官に対する信頼をテーマにしているこの弾劾裁判において弾劾裁判所の裁判員に対しての信頼が揺らいでしまうなんてことになったらの本末転倒ですからねそこでより一層適正手続きの保障というものをしっかり、えー、まあ、確保していただかないとまずいなというふうにも思います まあ表現というのは本当に誰が表現私もそうですがこうして話をするその表現というのはいろんなことにある意味では気を使わなければいけない場面はありますですがその時にその表現というのは誰かのまあ感情や思いを魚でしたり傷つけたりすることはあり得ることであり逆に言えばそれも織り込み済みで表現の自由の保障がある とということなんですねある程度、他者のおえば感情を害することがあり得る前提で表現の自由の保障があるんだということですこれはもう政治的な表現であろうがそうでない表現であろうがありとあらゆる表現行為というのは他者の感情にちょっとねござわついたりだとかあ、まあ、不快感を与えてしまったりだとかそういうことがあり得るそれを前提にしながらの表現の自由ただそれがどこまで許されるのかこれも本当に難しい問題だからこそ うんまあ、これは刑法ではね230条の2の解釈それからあ、民事であれば不法行為のところの、まあ、同じように刑法230条の2と同じようなものでありますけれどもそこのバランスを取りながら、えー、利益考慮をしていくということになりますですから、いくら表,表現行為で他者の感情を害することを織り込み済みだといっても例えばあの例の「石に泳ぐ魚」の事件のようにいくら小説、表現としては大切なんだと。 だからといって実際、現実に、えー、実在する個人のば尊厳を侵害するようなそんな表現行為をすることまで許されるわけがは全くないわけですね。ですから、あそこの、まあ、ぶつかり合いをどう調整するか、まあ、これこそが民事権や刑事権の中における重要なテーマではあります。そういうい問題と、まあ、今回の弾劾裁判は全く いわばテーマが別、目的趣旨目的が別のものなんだということをきちっと切り分けるということを、えー、まあ私たちとしては理解しておかないといけないところなんだろうなと思います。ある表現行為が他者の感情をある意味では魚でする害することがあるぞというところの関わりで大阪駅に女性のこうイラストがこう掲げられた営利広告ですね。それを見た方が ちょっと性的な不快感を感じた性的なものを感じそしてそれに不快の思いをしそして SNS などでそれを表現されました。 でえーまあ、ある程度、純公的な立場の方なんですけどね、えー、そういうところで SNS でそういったイラストなどについて、えー、表現をするとおこれはどういかがなものか的な形で問題提起をする問題提起そのものはまた個人として、えー、本当に自分が主人として表現活動することは全く問題ないかもしれませんが一定の立場の人が、えー、そういった表現行為に対して否定的なコメントをするということそれが何か萎縮効果というものにつながっていってしまうとなると とえそれが何かイラストのようなものであったり鋭利的な表現であったり場合によっては性的な意味合いを持つような表現であったとしてもそれが萎縮効果が生じてしまうようなことになるとそれはまた一つの問題なんだろうなと思います。 でその辺の線引きも難しいんですけどねただ、そのために、えーまあ、民法や刑法の法律があるわけですから法的な線引きとしてどうするべきなのかとでそこで許されていることについてはどこまで表現が許されそしてそれをいわ、うん、ば一定の立場に基づいて、えー、抑制することが許されるのかとこれは難しい問題ですけども議論しなければいけないところかなと思いますそういう話は簡単ではないところかだと思うんですね。ね まあ特に女性のイラストなどが問題になることが多いですけれども例えばマッチョな男性だとか美少年の上半身裸のイラストだとかそういうものに対してはさてどうなんだろうとまあそういうことも含めながらある程度性的なものを感じる表現に対しての規制 がどこまで許されるんだろうかとそれが法的な規制だけではなくいわゆる自主規制のようなものだとか一定の立場の人からのそういう批判のような形による事実上の規制のようなものそこは、私は原則表現の自由の保障そこはあくまでも原則とすべきなんだろうと。 先ほど申し上げたとおりある程度感情的にざわついてしまうことは織り込み済みでそもそも表現の自由もっと別の言い方は寛容他者の表現に対して寛容であることそれが表現の自由の根底にあるということも一方では忘れてはいけないかなというふうに思いますさてその性的なというかな男性女性という観点でいったときに同性婚の判決が出ました東京地裁ですけれども昨 ポロ地裁では違憲大阪地裁では合憲さて、東京地裁ではということだったんですがあ、まあ、違憲状態という何か、ね、どこかで聞いたことあるようなそんな表現ではあるんですが、まあ、これは立法作為の国家賠償を求めた裁判と言っていいのかなと思いますがその時に憲法24条の個人の尊厳に反する,状態であると違憲の状態であるただそれが国賠が認められるようないわば 立法行為としての違法性のところまでつながっていないよという趣旨なんだろうなとまだ判決も厳密にしっかり読み込んでいるわけではないので、えー、正確なことは言えませんがあー、まあ、ここでは憲法24条、まあ、これは同性間の婚姻は含まないということはまあ従来通りなんだろうな従来から言われていることかなと思いますがただ、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない。 というね、法制度がないというその不作為そこが人格的製造に対する重大な脅威障害であるという指摘がなされたということです今まさに24条の個人の尊厳に基づいて立法しなければいけないわけですからその24条2項に違反しているそういう状態だということですからこれは私はもう本当に立法府はしっかりそれを受け止めていただいて。 同性婚を求める皆さんたちの不利益さまざまな相続だとか税の控除だとか医療の現場だとかいろんなところで不利益があるわけですからその不利益を除去するための法制度これを整備一刻も早くするべきなんだろうなと思います。まあ、こうういいったた LGBT もそうですし性的ママイノリテティのの皆さんたちのテーマについては えー、これ5月かな共同通信が行った世論調査では同性婚を認める方が良いとした若い世代を中心に71%若い世代中心にこういった問題については関心を持っている、まあ、アメリカでも、うんそうですね、民主党を支持する、えー、それが若い Z 世代の皆さんたちが民主党を支持しているいうそんな話も毎日ちょっとしたかなと思います、まあ、自民党は残念ながらこれに対してはかなり後ろ向きなんですね まあその背景にはなんだ旧統一教会あったんじゃないの旧統一教会で移行にそのまま従ってたんじゃないのなんて思いたくなるようなほどまあ自民党としてはこれにちょっとお呼び越しではあったわけです伝統的な家族観保守ですからね伝統的な家族観も大切にという気持ちはまあわかるのです,がですがやはり時代は変わってますからここで。 同性婚を認めていくそういう意味では G7 先進7カ国 G7 の中では日本だけがこういった制度がないわけですので同性婚や、ね、それと同じように婚姻と同じように扱うと法的な場面において同じように扱うという制度を構築することは本当に なな、まあ、なんではいいいのかなとううふうにも思います、えー、まだまだこういった問題、えーまあ、同性婚もそうですしそれから夫婦選択と夫婦別姓の問題もそうですし日本はまだまだあ従来の戸籍制度戦前のいわば家制度戸籍制度の名残みたいなものがあ新憲法の今のもとでも、うん、名残が残ってしまっているというところがあるものですから、えー、やはりここは何としても前進めたいと私は個人的には思っています。 さて、えー、それではメッセージ、えー、小試験受験生の皆さんへのメッセージなんですが、そそうそう、えー、もう今、小試験の私が今、講義をやっている、ちょっと前まで警報をやっていたんですが、54期なんですね、まあ、1年に2回ずつこう、起訴が進むものですから、54期、えー、来年の春から56期という新しい入門講座が始まっていきます、えー、その新しい入門講座がホームページで、特集ページもリリースして、えー、新たに、えー、始まるぞということをー、まあ、オープンにしていますので。 まあ今、ね、もうすでに勉強されている皆さんたちもお友達やまた後輩だとかぜひ、同築進めていただければなというふうふに思っています。 えまあね、伊藤塾で勉強すると楽しいよとそしてまた合格した後もいろいろつながりができて楽しいよということなどをお伝えいただければなと思っていますもう今は高校生大学生とか社会人の方だけではなく高校生も、ね、本当に、えー、合格しています予備試験前にも、ね、お話をしました社会人では働きながら勉強されている方々で予備試験に合格されたから去年から30人以上増えているんですよみんな伊藤塾の塾生ですよ、まあ、社会人の応援をかなり力を入れているのがこの伊藤塾なものですからあ そういうい意味で、ね、本当に多様な経験を持っていろんな現場で活躍をされている皆さんたちにぜひ法的な専門知識を身につけてまたそれぞれの現場に戻って資格を取ってまたそれぞれの現場に戻って活躍をぜひしていただきたいとそんなふうに思っているものですからまさにいろんな、ね、もう年齢だとか学歴だとかそういう職歴だとかまた勉強する場所ですよね。 全国、日本全国そしてまた外国でも勉強して合格されている方何人もいらっしゃいますからそれ勉強する場所も関係ない、えー、本当に自分がやりたいと思った時にぜひ、伊藤塾をうまく利用して頑張っていただければなと思いますので、えー、前回もお話ししたように1、ね、位合格者も予備試験、えー、担当論文、講立すべて伊藤塾から出てますし、えー、教材、業務の中身もちょっと自信があります。なのでぜひ ねえー、やってみたいという方いらっしゃったらちょっと仲間に引き込んでいただければ嬉しいななんて思っていますそれからあとそうそう、えー、予備試験の無料公開講座ですね2023年合格戦略予備試験合格答案分析会、えー、これを行います11月25日よりも配信をすでに開始しているものなんですけどね。 遺跡講師、茜茜講師にやっていただいていますのでこれをぜひ出題の趣旨を踏まえながら参考となる合格答案と不合格答案その対比という講座なものですから無料公開講座で、ね、これちょっと無料はどうなのかなとちょっともったいない気がするんですけれども無料公開講座なものですからぜひ合格答案のイメージを持つという意味で見ていただいたらなと思います。 公務員の受験生の皆さんのメッセージなんですが、そうそう、来年の国家公務員の試験の日程、これが発表されました。で、例年よりも2週間前倒しですね、国家総合職、4月の9日の日曜日。 とということになります一般職のは6月11日だとか専門職は6月4日でこれはまあ従来通りなんですけどねであと願書出願が3月1日に統一ということになりましたからあ出願漏れがないようにしていただかないと思いますさらにその先2024年の総合職春試験の1試験が3月17日さらに前倒しになるんですね。まあ、そういうい意味では早早め早めに 国家総合職も準備を開始するということが本当に大切だなと思います、まあ、そういう意味では本当に制度の変革期なんだろうと思います、えー、もっともっと、ね、優秀な官僚を目指していただきたいと本当そうですよこの国を支えているのは本当に官僚の皆さんたちなわけですからこの公務員の皆さんたちですからそこに優秀な人材を送り込むそれも私たち移動塾の一つの役割使命だろうなと思っていますで、まあ、制度の、ね、こう変わり目でもありますからぜひ受験相談あー 受講相談受験相談これをしていただければなと思いますいろいろ不安もあると思いますから不安の解消にもなるかなと思いますからなく相談していいただければと思いますそれから少処子の受験生の皆さんへなんですがこれも毎年公表いただいているようですね次第予想に主軸を置いた直前パックのお知らせです まあ、卓越式、記述式ともにアウトプット、まあ、演習で次第予想を行うものなんですが、まあ、皆さんがお持ちのテキストを引き続き使いながらその次第予想論点それを強化していくことができますよということでまさに直前期の学習ペースメーカーにも活用していただけるというものですおすすめのパックがありますのでぜひこれは検討してください、直前パック、まあ、いろいろとホームページに載ってますしね。 また、一定の時期までは割引などもあるようですからぜひご覧になっていただければなというふうに思います直前対策講座ですねそして行政書士の受験生の皆さんには明日の行政書士講座137回ですね日時が12月の10日土曜日15時から東京・渋谷港と y o u t u b e ライブで実施されます。 今回は国際業務ですね。まあ本当に行政出身の職務業務の範囲はもう本当に広い。もうどんどん新しい分野が広がっていくと言ってもいいかと思うんですが、今回は割と花形的な業務である国際業務ということになります。で、ここでは鈴木隆文先生をお招きして、外国文認証手続きの第一人者を語る現在までの歩みと今後の展望ということです。 海外向けの文章の認証のサポートということでこれもまた今こういう時代だからこそとても重要なお仕事になっているかなと思いますこの鈴木理先生は世界20か国以上の文章を日々扱っているそうなんですねこのののの外外国国文の認証手続きというのは本当に外国の この行政書士などにおいてもとても大切な仕事の一つなんですが日本の行政書士にとっても極めて重要なものかなとまさに行政書士の仕事職務の幅の広さと深さそれが分かる明日の行政書士講座かなと思います12月10日15時から東京・渋谷区それから YouTube ライブで実施されますのでぜひ参加していただければなと思いますさてコロナがちょっと なななんんか嫌な感じなんですよね私たちどうでもハノイのホイさんベトナム料理屋さんやってるんですけれども昼間は、ね、結構もう皆さんランチに来てくださるんですがやっぱり夜のところ忘年会シーズンなものですからこう飲食店にとってみれば忘年会シーズン本当に大切な時期なんですねですからもうこれ以上感染者が増えないようにしたいなと思っています私たち一人一人も感染しないようにいつも通りではありますからね手洗い、うがいそして必要な場所でのマスクなども含めて 気を使いながらでも自由に自分のやるべきことを堂々とやって1週間元気に過ごしていただければなと思います。あそうそうっと今週末来週か来週末沖縄行ってきます。ですから沖縄行く直前ですかねえ次回のところはまだ金曜日このメッセージ収録をいたしますのでよろしくお願いします。じゃまた1週間元気に頑張っていきましょう。今日はどうもありがとうございました。終わります。